カープ矢野、まさかの方法で2試合連続ホームラン。贅沢言わんワイルドピッチ。二三塁やけど外野かなり前やな。二塁ランナーは解散ってことやね。二試合連発来い。外野の頭超えるやろ。贅沢言わんからホームランガールに仕事させろ。おお、なんか来た。ランニングホームラン。草生える。矢野ちゃんランニングホームラン。2試合連発来た。こんな形で2試合連発とは。どんだけ全身守備しとんねん。サンキュー矢野、いいもの見れた。ボール半分の勝負だったな。野球って怖い。ベーラン早いが。2試合連続でホームランとか矢野の人生にないやろ。矢野ランニングスリーランホームラン。神か。ぶっちゃけ打球的には普通のセンターフライである。帰ってきた瞬間えらい珍しいもんは起きてた。定位置なら動かんで取れるあたりよな。なんであんな極端に前に出てたんや。玉村も投げやすくなるな。ランニングホームランって総本って書くんやな。現地やけどランニングホームラン見れて満足やわ。レアなもの見れて勝ってるとか最高や。